トータルエクリプス、前回の続きをプレイしていきましょう。さて、クリスカを助けに来たところからですね。どういうことだ、システム基盤が切れるまでまだ2、3分あるはずだぞ。しかも誰にも見つかってないのに、なんで警報が。エニア、クリスカの気合終わったか。くそ、あの研究員がいない。そうか、あいつが逃げて警報。しまった、すっかり抜けた。殺したならまだ、印象があったんだろうが。エニア、クリスカ、急いでくれ。実弾のマグは 4個。テーザー弾じゃ威嚇になれないからな。一人でも殺せば、ユイたちに責任を負わせることになる。狙いはあくまで威嚇だ。さすがにもう出入り口は固められているはずだ。屋上に向かう以外ないか。こうなったら。ユイヤ、終わったよ。強化装備の1マークは大丈夫。私たちにしか見えないように切り替えたから。よし、いいぞ。じゃあ。わかってる。大丈夫だ。俺が支える。肩につかまれ。腕を。屋上に向かうぞ。ついてきてくれ。分かった。ああ、かわいい。たか、あの研究員のおかげで。クリスカをすぐに連れて逃げるつもりだったから、拘束もせずに端に寄せたままだった。くそ、歩兵なら、歩兵なら死ねえヘマだろうな。この人、博士だよ。え、なんだ、誰がいた？違うよ。さっき、ユーヤがビリビリさせた人、私たちを連れてきてくれた博士。え、連れてきてくれた？イーニア、ベリアイフ博士がいらしていたの。うん、クリスカの様子を見に来たの。どのくらいいなくなってるか。どのくらいいなくなってるか。じゃああいつが、あの野郎がクリスカの投薬を止めてた。くそ、なんで逃がしちまったんだ。あいつも一緒に連れて行けば、クリスカの薬のことやイーニアの処置の真相確認もできたのに。お連れしたところで無駄だ。え？専用の設備がなければ ABS は作れない。仮にあっても間に合わない。畜生、テーザーなんか使わずにこの手でぶん殴っておけばよかったぜ。それはあれか、気持ちだけの問題で。来るよ、右だ。止まれ。おい、止まらんか。しゃがれ。人質を解放し、おとなしく投降しろ。人質って、まそういうことになるよな普通は。脅迫権、こっちだ、押さえろ。いくら支援がしかできねえっつっても、少しくらい低下してもいいんじゃねえか。クソクソ、屋上まで出られればなんとかなるってのに。いや、こっち。おい、待て。私が案内するから。色が変だから平気だよ。いいにゃ。クソ、あっちは身が軽いだけあって追いつけねえ。ゆうや、私から離れろ。違う、今のそういう意味じゃねえんだ。私もそういう意味ではない。狙われているのは私だけだ。何？警備兵の色が違う。貴様とイーニアには威嚇射撃に徹している。最初の2章は私を狙ったものだ。貴様に当たる可能性があったので回避したが。確かにあの時警備兵は左から撃ってきた。だから右に、ってことは自分は盾にして。俺をだからあれ以降避けなかったのか。そうそう、だから貴様はイーニアと。だったらなおさら話せねえ。分かってんだろ、なんて答えるかぐらい。ユウヤ、クリスカ、ユウヤ、こっち。ユウヤ、階段こっちだよ。イーニア、待って。スタングレネード、クソ、生身より増したわ。いえ、あー、そっか、スタングレネードに色はないもんな。クリスカ、いくら強化装備があろうと、あれは無理だぞ。向こうの殺意はゼロではない。事故は容認するだろう。くそ、完全に分断されちまった。クリスカ、ユウヤ、ユウヤ、大丈夫？私は大丈夫。クリスカとユウヤは？くそ、後ろ押さえる。押し上げてきているぞ。攻撃される。分かってる、イーニア。先に屋上に行け。ここは俺が抑える。でもクリスカとユウヤは。大丈夫だ、必ず行く。それまで能力全開で隠れてろ。そうか、そういうことか。うん、分かった。ユウヤ、来てるぞ。分かってる。っていうか、スタンガネードぐらい持ってこいってんだよ俺は。
どうせ使えないとか自爆装とか言ってねえで。くそ、こんなことなら対人 CQB の訓練しとくんだった。グレネードだ。こっちだ。読みは当たったようだな。ああ、もうテーザー弾しか残ってねえし、これで少しは時間稼げる。エイニアの確保はこの施設から出さなければいつでもできる。なら全面戦力は襲撃班に集中するはずだ。それにしてもこの部屋はなんかまるで取り調べ室だな。なんだあの壁や床のシミ、それにこの匂い、ほんと神器くせえな。この施設はどこに行っても窓一つねえ。なんで仕方がないだろ、極秘の研究を行っているんだからな。貴様が出入りできていたことが特別なんだ。それは初見で銃も向けるわな。外からの侵入も中からの脱出もできないようにしてあるってことか。うまく機能してるよな、今のところは。人だけではない。音も振動も施設の外には漏れないようになっている。ここではいろいろやってるからな。ああ、振動か。なんか振動であれなんでしょ？その、音を読み取ったりとかさ、できるんでしょ？叫び声も悲鳴も、銃声すら聞こえないってことか。まったく恐ろしいね。逃走中のテロリストに次ぐ！とうとうテロリスト扱いかよ。よく考えろ。まだ誰も損はしちゃいない。貴様が協力的である限り、心底敵対する奴はいないってことだ。クリア。こちらに死傷者はない。おとなしく投降するなら、ハーグ条約に準ずる扱いを保証しよう。クリア。よく考えろ。まだ誰も損はしちゃいない。貴様が協力的である限り、心底敵対する奴はいないってことだ。クリア。試乗されています。目標はここです。いいか、今からドアを破る。破るだけだ。発砲はしない。絶対嘘だぞ。抵抗はするな。お互いのため、今さら無意味なことはするなよ。危険だからな。ドアから離れてるんだ。左側の壁に手をついて立っていろ。そうすれば撃たない。なあ隊長さんよ、せっかく気分出してくるとこ悪いんだが、ドアから離れていてもらえるか。お、出てくる気になったか。それは賢明だ。いいだろう。おい、武器は中に置いてこい。持っていたら射殺する。いいな。素直な協力に感謝するぜ。ああ、戦術機で。悪いな隊長さん、壁ぶっ壊しちまった。やるね。最初からやればよかったんじゃ。そういうことじゃないね。冗談ではない。バカ、ユウヤがそんなことをするわけがない。ユウヤがあれだけ愛情を注ぎ込んで作った戦術機が完成しようとしているんだぞ。自らの手で破壊するような真似はしない。絶対に破壊はしないけど。そんなことするわけがない。監視カメラの画像から推測するに、同行者はソビエト軍兵士イーニア・セスチナ少尉と思われる。事情は不明だが、ソ連軍の介入も計算に入れなければなるまい。日本帝国近衛軍、高村優衣中尉、出頭しました。イーニアを開始する。着座調整は後回しだ。行くぞ。イーニア、私を屋上に出てきて。分かった。ちょっと待ってて。焦らなくていい。階段に続く廊下をぶっ壊しておいてからな。迎撃機1、NOE で高速接近中。この識別は。イーダルワン、チェルミナードル。
あれマーディか。クソ意味は急げ。あれは。え？返して距離をどうぞ。イーニアが巻き落ちまう。イーニア、隠れていて。ま、一機だけだと。着脱調整はまだだが、コックピット周りは、マーキンベルガー社の特許、いわば、国際共通規格だ。見た限り、特に変わらなかった。基本操作くらいは問題ないだろう。マーティカじゃないってんなら、よし。速攻無力して、イーニアを回収する。いいな。あれに乗っているのは、避けろ。はえ。完全に落とす気で嫌がれ。施設から引き離すぞ。後方射撃で牽制を。ダメだ。流れ弾が施設に当たる。近接戦で行くぞ。わかった。でっから一口字。投稿しろ。ああ。サンダーク。サンダーク隊。俺急にボイスが。まさか。セラウィックからここまで警告したはずだ。貴様に関わる者の人生をよく考えろ。ああ、これがその結果なんだよ。浅はか。いいだろう、相手のままごと。付き合いきれ。なんだと。ヤーチルマ醤油を元の部屋に戻せ。あれは人類の発展にとって非常に重要な実証実験の最中だ。お断りだぜ。やるな、タイ。やはり波じゃねえ。大物みたいに扱いやがって。クリスカは俺がもらっていく。冷静になれ、ブリッジス。貴様の行動が周囲に、いや世界にどのような影響を与えるか、もう一度考えろ。そのものは間もなく死ぬ。アメリカでどうこうできる話ではない。これは避けようのない事実なのだ。次回まで数日しか残されていないのだぞ。全身の細胞が壊死、臓器の崩壊を伴う極限の苦痛だ。それをヤーチェノワに強制しようというのか。あんたは少し黙っててくれ。知事の劇場を満たすことができるなら、あとはどうなってもいい。そういうことか。過去の成果、成功の先にある未来も捨てるというのか。戦友たちを裏切り、祖国を捨て、己の積み上げてきたものを全て叩き壊す。そのものにそれほどの価値があるとでも言うのか。地を張るのはよせ。行くべき道をたがえるな。いやいや、やはりやめ。価値だなんだと耳っ、ああ、なんだと耳っちいこったぜ。何？クリスカはな、何にも変えられねえ女なんだよ。過去とか未来じゃねえ。俺が今欲しいのはクリスカだけなんだ。でもやっぱりあれなんだな、クリスカが自戒することに対してというか、それを強いるのかっていうことへの回答は返せないんだな、やっぱ。ユイヤ。おふくろ、あんたもそうだったんだろう。あんた自身が愛していたからこそ、あんた自身が信じていたからこそ、誰の前でもそれを証明し続けた。あんたは俺の前で、親父の悪口を一度も言わなかった。親父を探しもしなかった。それがあんたが選んだ戦い、あんた自身の愛し方だったんだろう。クリスカさえ手に入りゃ、何を失おうが構わねえ。なぜそこまでこだわる。その者の感情など、模倣と学習による再現パターンに過ぎないのだぞ。なぜだ。なぜかだと。
それがクリスカーだからだ。な、まあそれが多分正しい反応だと思うわ。ユイヤ、人をもろ扱いしかできねえやつに、あんたにこの女はもったいねえぜ。あんたにクリスカをどうこうする資格かけらもねえ。資格、その者たちは我が妹の慣れの果てだ。妹、返してもらうぞ。妹、妹のクローンってこと。けっ、資格だと表せるな。あ、すげえ、サンダークがこんだけ感情あらわにしてんの初めてじゃない。チェルミナートルに94セカンドが押されたと。大松がごとく感情に踊らされる松、その目で地獄を見てから言うのだな。三楽隊、やはり半端じゃねえ。だがな、妹だか地獄だか知らねえが、こっちも引けねえんだ。ユウヤ、お願い、もうやめて。それ以上は。ああ、分かってる。お前も袋と一緒だ。辛いとか苦しいとか一言も言わずにどんな扱いをされようが、タイへの忠誠は変わらない。だが俺はもう同じ過ちを繰り返さない。今度こそその思い事を受け入れてみせる。悪いな、タイ。クリスカとイニアを連れて行く。好きにしろ。だが近いうちにまた会うことになるだろう。会いに来るが、捕まる気はない。世話になったな、タイ。捕まえる？違う。貴様が自ら私の元に来るのだ。自戒するからってことだよな、多分。必ずな。自戒を止められんのが、ソ連軍施設しかないんだもんな。あんた、何言ってんだ。貴様、何を問われている。分かっているのだろう。シェスチナ署員にも危機管理処置が施されていること。嘘ついてたのか。お得意のハッタリかよ。本人から聞いてるぜ。クリスカとは違うってな。確かにビャーチナ署員のものとは違う。何？発生率が極端に低いあの者の存在は貴重だな。万が一の事故や単純なミスで細胞自壊させるわけにはいかないのだ。だったらやっぱりハッタリだってことじゃないか。故にあの者には母集団からの一定期間分離をトリガーとする脳細胞妖怪処置が施される。脳細胞妖怪処置な。それにより人格と能力は回出する。だが我々独自の技術があれば、その状態からの複製再生産は可能。母集団とフォールネイザトメニア計画、それはすなわち私だ。なんだと。私の元を離れ、継続的な思考性タンパクの投与が中断すれば、おそらく10日と待つまい。どうすんだろうなあ、これ。タイが言ってることは本当なのか、クリスカ。わからない。ただ、私と同じようなカプセルは定期的に。だが、イーニアは自分にそんな処置はないって。イーニアが知っていれば、私が知らないはずはない。だから。知らないのか。つまり本人にも知らされていないか、タイのハッタリかの二択。
タイの嘘を本当のことを言ってるかどうかも見てないのか。それはできない。私たちはこの制御装置で。制御装置？その者たちは、あ、やっぱそれそうだよね。所属組織における上位者あるいは任意に設定された者の思考を見ぬよう抑制されている。当然だろう。何が当然だ、ふざけやがって。だからといって無理に外さない方がいい。貴様を想像できるか。無制限に流入する他者の思考というもの、多くの初期被験体がそのせいで発狂し完全な自我崩壊に至った。そう考えると00ユニットってすげえんだな。まあ人じゃないっていうと、人じゃないっていうとな、すごい住処を否定するみたいで嫌なんだけどこいつら人間のどこまで好き勝手にいじりゃ気が済むんだ。ここで一旦区切ろっか。なんだろう、国連軍かな。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。